日本の皇后陛下に抱きしめてもらったことが忘れられない。これは約100年前、シベリア孤児として日本に避難したポーランド人の女の子が語った言葉です。当時ポーランドでは独立を果たそうとして反乱を起こした民衆がロシア帝国により政治犯として捕らえられ、シベリアに強制送還されるという出来事が後を絶ちませんでした。シベリアという極寒の地で非人道的な扱いを受けていた多くのポーランド人は、まさに命の危険にさらされていました。そんな彼らを無償で救済したのが、まだポーランドとの国交樹立さえ実現していなかった日本だったのです。今回は日本とポーランドの間で脈々と受け継がれてきた両国の知られざる絆についてご紹介します。ポーランドはかの有名な作曲家フレデリック・ショパンに代表される東欧の国の一つです。中世の建築がそのまま残された美しい街並みや色鮮やかな食器などを目当てに毎年多くの観光客が訪れています。一方で過去にはロシア軍による鎮圧やナチスによる残忍な迫害によって多くの命が奪われるなど激動の時代を乗り越えてきた歴史があります。さてそんなポーランドですが、ヨーロッパでは有数の親日国として知られていることをご存知でしょうか。アニメや漫画に代表されるポップカルチャーだけでなく、柔道や剣道といった日本武道も大変人気があるようです。またポーランド国内における各大学の日本語学科への入学試験競争率は20倍前後の難関だといいます。ではなぜ遠く離れたポーランドで日本にこれほどまで関心が集まっているのでしょうか。その背景には日本人にもあまり知られていない両国が築いてきた深い絆がありました。19世紀ポーランドはロシア帝国の支配下にありました。幾度とない侵略を受けて消滅した状態にあった国を独立させようとポーランド人が盛んに独立運動を行っていましたが、その度にロシア帝国によって鎮圧されてきました。そうして反乱を起こしたポーランド人は政治犯として流刑の地シベリアへと送られたのです。ポーランドから 7000km 以上も離れたシベリアは冬には氷点下40度を下回る過酷な環境にあります。1924年には氷点下 71.2 度という信じられない低温を記録しています。日本では第二次世界大戦終戦後に約60万人に上る日本人兵士がシベリアに送られ、飢えと寒さの中で約5万7000人が命を落としたとされています。このシベリア抑留について描かれた映画ラーゲリより愛を込めては、実話に忠実に基づいた映画として話題となりましたよね。ラーゲリは強制収容所を意味します。ラーゲリはシベリアだけでなくカザフスタン、ウズベキスタンなどの中央アジア、さらにヨーロッパに区分されるウラル山脈の西にもあったとされています。当時強制送還されたポーランド人はそんな過酷な環境下での強制労働を課せられていたのです。劣悪な労働環境の下で過酷な労働に従事した人々は病気にかかったり餓死や凍死する人が相次ぎました。さらに1914年に勃発した第一次世界大戦ではロシアとドイツが対立したことで多くのポーランド人がシベリアに逃れてきました。シベリアはみるみるうちにポーランド人で溢れていき、その数は20万人にも達したと言われています。第一次世界大戦が終結し1919年に締結されたベルサイユ条約によってポーランドはようやく独立が認められました。しかし直後にソ連とポーランドが対立して唯一の交通手段であるシベリア鉄道が止まったことで、シベリアに取り残されたポーランド人たちは帰国することができずにいたのです。中には迫害などで親を失った子供も多く、衣服や食料が不足しており瀕死の状態であったといいます。現地の親たちは子供たちだけでも生き延びることを願いました。そこで過酷な環境で苦しむ子供たちを祖国へと帰国させるため、ポーランド人自ら救済委員会を立ち上げ、子供たちの救済に奮闘したのです。救済委員会は世界各国に協力を要請しましたが、欧米は大戦からの撤退に忙殺されるなどして、救援が得られずにいました。彼らの頼みの綱であったアメリカの赤十字も自国の軍の撤退を理由に、
救援活動を停止することになってしまったのです。救済委員会はすがる思いで日本政府に助けを求めましたが、独立を果たしたばかりのポーランドとはまだ国交が樹立されていない状態でした。外交官の交換も行われておらず、援助は現実的ではないと誰しもが思っていたのです。しかし日本外務省は日本赤十字社にシベリア孤児救済を打診し、救済委員会の要請からわずか17日後に救援活動を開始したのです。日本赤十字社は陸軍と共にシベリアに渡り、保護したポーランドの子供たちをウラジオストクまで運びました。そして船で次々と日本に送り出し、福井県の敦賀港で受け入れたのです。彼らはシベリア孤児を我が子のように扱い、救済の手を差し伸べました。敦賀港では軍や警察だけでなく市民総出で避難してきた子供たちを迎え入れました。劣悪な環境下に置かれていた子供たちの衣服は衛生の観点から熱湯消毒されました。その間、子供たちには浴衣が支給され、袖にはたくさんのお菓子が詰められていたと伝えられています。保護された子供たちは痩せ細り、中には百日咳や腸チフスなど命に関わる病気を患っていた子供も多くいたと言われています。医師が彼らの健康状態を見たり、脆弱な子供に対しては看護師が献身的に世話をするなど、名もなき多くの日本人がこの活動に尽力しました。看護師の中には自らも腸チフスに感染してしまい、命を落とすという悲惨な出来事もありました。異国の孤児に自らの命を捧げたのです。日本人は子供たちの救済に全力で取り組み、シベリア孤児を受け入れることを止めませんでした。また日本がシベリア孤児を受け入れていることが全国に報道されたことで、それを知った国民が寄付金やおもちゃなどを送り届けるなど、支援の輪はますます広がっていきました。そして最終的には3年間で765人のシベリア孤児を保護し、その子供全員が一命を取り留めるという奇跡が起こったのです。さらにボランティアの美容師、曲芸師、音楽家などが子供たちの元を訪れ、彼らを元気つけようと活動しました。1921年4月には帝名皇后陛下がシベリア孤児の元を訪問しました。帝名皇后は日本赤十字社の活動を精力的に支持しており、この時も子供たちと交流されたといいます。3歳の女の子の頭を何度も撫で、大事になさい、健やかに育つのですよと抱き寄せたと伝えられています。その後も日本の献身的なシベリア孤児の保護活動は続き、痩せ細っていた子供たちは栄養状態の回復とともに健康を取り戻していきました。彼らは日本の歌を覚え、日本語も学んだといいます。シベリア孤児として日本で暮らした男性は、当時の様子について、港は人で溢れていました、船から降りると子供たちにポーランドの旗を、次の子供には日本の旗を渡してくれました。約100年前の敦賀の人たちが町を挙げて外国から来た孤児を歓迎した様子が浮かび上がる。孤児たちはその後東京や大阪に移動して、しばらく日本で過ごした後に祖国ポーランドへと送り届けられたと振り返っています。シベリア孤児として日本に避難した子供たちが母国ポーランドに帰国する際には、横浜や神戸に船が用意されました。その中には日本を離れたくないと涙する子供も多くいたといいます。帰国の際にはお菓子が配られ、日本での思い出の写真も手渡されました。港ではすっかり元気になった子供たちが日本語でありがとうと口にし、君が代を合唱したと伝えられています。船内では船員が毎晩のように子供たちを見回り、毛布をかけ直したり、咳をしている子供の体温を手で確認して回ったそうです。この時の記憶について、ある男性は、船長の手の温かさは一生忘れないと語っています。母国ポーランドに帰国した子供たちは、1930年に極東青年会を設立しました。組織設立の目的は、彼らと同じ境遇を持つシベリア孤児を支援することでした。しかし、またもや歴史は繰り返されてしまいます。1939年9月、ドイツがポーランドに侵攻したことを機に、第二次世界大戦が勃発したのです。同月にイギリスとフランスがドイツに宣戦布告したことで、ヨーロッパは再び戦場と化すことになってしまいました。
極東青年会も他の戦災孤児と共に活動を続け、やがて1万人を超える勢力となりました。これを脅威とみなしたナチスが、団体の強制捜査に乗り出したのです。この事態に真っ先に動いたのは、日本大使館の書記官でした。当時、日独伊三国同盟により、日本はドイツの同盟国として認識されていました。この書記官は、同盟国である日本大使館の名前により、極東青年会から手を引くよう促したのです。しかし、暴力で支配するアドルフ・ヒトラーによる恐怖政治は、ますます勢いを増し、ポーランドはドイツによって占領されてしまいました。ヒトラーは政治的に好ましくないと判断した人や、ドイツによる支配に抵抗した人々を次々と逮捕し、強制労働収容所や強制収容所に送りました。そして劣悪な環境下で過酷な労働を強いることにより、人々の心までも支配していったのです。さらに、いつか世界を制覇するためには人種の純度を保たなければならない。と断言し、ユダヤ人を集めて組織的な殺人を始めました。この残忍な国際犯罪が行われた場所こそ、現在も負の世界遺産としてポーランドに残されているアウシュビッツ強制収容所です。収容されていたユダヤ人の10人中9人、100万人を超える人々がアウシュビッツで命を失ったとされています。またポーランドにおける第二次世界大戦における犠牲者は総人口の5分の1を数え、世界最高の比率と言われています。こうした困難な状況の中で、自身の良心に従い、人々に手を差し伸べた日本人がいます。その人物こそ、東洋のシンドラーと呼ばれる、杉原千畝です。彼は、第二次世界大戦中、日本領事官僚時代理として、リトアニアに赴任していました。当時、ナチスによって迫害されていた多くのユダヤ人に、後に、命のビザ、と呼ばれることになる日本通貨の許可証を発給し、彼らの亡命を手助けしました。彼が旧ポーランド人とリトアニア人に発給したビザの数は2132枚に上ると推定されています。このビザは1家族につき1枚あればよかったことから、彼が命のビザによって救ったユダヤ人の数は少なくとも6000人に上るだろうと言われているのです。その功績は現在に至るまで語り継がれており、リトアニアには旧日本領事館を改装した杉原記念館が残されています。杉原千畝の執務室やビザの複製などが展示され、新型コロナウイルスが蔓延する前は年間約2万人が訪れたといいます。このように日本人はポーランドが困難に直面するたびに手を差し伸べてきた歴史があるのです。その後、ナチスが陥落したことでポーランドはソ連圏に組み込まれることとなりました。そして1980年代には国内で自由化運動が活発化していったことで、民主化に対する声が全土で高まりました。東欧諸国の民主化運動をリードし、1989年9月に旧ソ連圏で最初の非社会主義政権が発足しています。日本は第二次世界大戦で敗退していますが、前述した様々な歴史を乗り越えて両国の絆は現在でも続いています。例えば阪神淡路大震災の際には、ポーランドが日本で被災した子どもたちを招待しています。私たちは日本から受けた恩を決して忘れないと、旅行費用などはすべてポーランドの企業や個人、そして自治体から寄付されたお金で賄われたといいます。1999年8月、ポーランドからジェシポーツク少年少女舞踏合唱団が来日した際、合唱団の子供たちはあるものを預かっていました。それは88歳になったヘンリク・サドフスキさんからの手紙と、彼女が生涯で最も大切にしていた日本での思い出の写真でした。ヘンリクさんはあの時のシベリア孤児の一人で、低迷皇后に抱きしめられた女の子でした。あの時ポーランドの孤児が日本政府に救われました。劣悪なシベリアから私たちを救い出して日本に連れて行き、祖国に送り返してくれました。親切にしてくれた日本の皆さん、ありがとうと綴り、手紙で日本に感謝の意を伝えました。この手紙と当時の写真は、ヘンリクさんの願い通り舞踏合唱団の手で皇室に届けられています。2002年7月には現在の上皇后美智子様がポーランドを公式訪問しました。
シベリア孤児として日本に避難した女性は、美智子さまの手を握って、感謝の言葉を繰り返し伝え、君が代を歌ったといいます。約100年前に日本からポーランドに帰国した子供たちが暮らした施設は、現在も養護学校として残っています。校内には日本とポーランドの国旗がデザインされたパネルや、当時の写真が飾られているといいます。さらにポーランドは東日本大震災で被災した子供たちを招待したり、震災の翌年にはコモロフスキ大統領夫人が被災地を訪問するなど、日本が困難に直面した時にはいつも手を差し伸べてくれているのです。さて、2019年は日本ポーランド国交樹立100周年となりました。大使公邸で行われたパーティーでは、80歳を超える老女が、この日本の絵はがきと日本人からもらったセンスは一生の宝物ですと、日本での大切な思い出を語りました。近年、ポップカルチャーの知名度の上昇に伴い、日本とポーランドの友好関係はますます発展しているようです。ポーランドの首都ワルシャワで2013年から始まった総合日本文化交流事業日本祭りは、2023年に約2万5000人の参加者を誇るまでに成長しているといいます。また40年以上の伝統を誇る日本語弁論大会も、毎回多数の参加者が出場しているようです。悲惨な歴史を乗り越えた経験を持つポーランドは、常に平和を訴え続け、安全保障にも積極的に取り組んでいます。2022年2月、ロシアによるウクライナ侵略を受けて、ポーランドは近隣諸国最大規模の避難民をウクライナから受け入れています。ポーランドの国民が一体となって人道支援を提供し、避難民の社会生活をサポートしているのです。侵略直後にいち早くロシア航空機のポーランド領空通過禁止措置や、ロシア系放送局の放送免許取り消しなどの独自措置も実施しました。またウクライナに対して戦車や弾薬、対空ミサイル、偵察用ドローンなど、約30億ユーロ、約4910億円相当の大規模な軍事支援を行っています。さらに、ロシアに対するエネルギー資源の禁輸、ロシア関係者の資産没収といった厳しい制裁を課すよう主張するなど、各国に積極的な働きかけを実施しているのです。ポーランドがこれほどまで平和を強く訴える背景には、これまで彼らが多くの人道支援によって支えられてきたという歴史にあるのかもしれません。彼らが困難に直面した時、日本人がそうであったように、相手に手を差し伸べるという国民の姿勢が、彼らの礎となっていることでしょう。このように歴史に残る日本人の献身が、現代のポーランドの社会の中にも深く浸透しているようです。日本には前述した出来事だけでなく、後世に伝えるべき先人たちの偉業がたくさんあります。しかし、そのような事実が教科書に載ることはなく、私たちがその功績を知る機会は限られています。今日に至るまでの日本とポーランドの信頼関係は、シベリア孤児を救うことだけを考えて奉仕した当時の日本人の人道精神によって支えられていることでしょう。さて、このエピソードについて海外から様々な声が届いていますので、その一部をご紹介します。ポーランド人は親日家が多いことで有名だよね。日本の漫画やアニメはヨーロッパどこでも有名だけど、ポーランドでは特に人気があるみたいだよ。 YouTube で日本のことを紹介するポーランド人のチャンネルがたくさんあるのは、こういう歴史的な背景が関係しているんだね。それだけ日本とのつながりが深いことが分かったよ。こういう事実が世界的に知られていないことが悲しい。歴史として後世に伝えていくべきだと思う。遠く離れた日本とポーランドがこれほど親しい関係にあったなんて知りませんでした。歴史的な背景が関係していたのですね。両国ともお互いの国を尊重し合っているんだね。日本とポーランドの文化はどことなく似ているように感じるよ。誰と話すかによって敬語を使い分ける言語であることもその一つだね。ポーランドの大学では日本語は最も人気のある言語の一つだって聞いたことがあるよ。以上、海外から届いた声を一部ご紹介しました。やはり日本とポーランドの友好関係に隠された歴史的背景について知らない人が多いようですね。現在、世界中で紛争が頻発しており、多くの尊い命が奪われています。
住む家を失い、避難生活を余儀なくされている人々が急増しており、人道危機に直面しているのです。名もなき日本人がそうであったように、困難に直面する人々に対して、見返りを求めず、手を差し伸べられる国民であり続けたいものです。尖閣諸島は、日本のもので間違いない。カルテディアジアについて皆さんはご存知でしょうか。これはヨーロッパで最も古いと言われる日本地図で、1700年頃にギヨーム・ドリールという人物が制作しました。この地図は正確さを重視して制作されており、日本の尖閣諸島についても描かれています。この地図がスペインからの公表により大きな話題となりました。尖閣諸島は現在でも中国が自国の領土であると主張をし続けており、国際的な問題となっています。2013年8月1日、中国のオンラインゲーム会社と中国軍が共同開発したゲームがリリースされ、世界的な注目を集めました。そのゲームの公式サイトには、尖閣諸島を中国領土とし、日本の自衛隊と中国軍が戦う設定が紹介されていました。この他にも中国では、尖閣諸島が舞台の自衛隊と中国軍が戦うオンラインゲームが出回っており、中国国内では日中の対立を煽るようなものが人気を博していました。同様の内容で、抗日ドラマが話題になっておりましたが、最近は下火になってきているため、ゲームに関心が向けられているようです。また、中国は相手国を攻め立てることで、自国に都合の良い状況を作ることが、ただ見受けられます。この手法は、明確な証拠や根拠を持っていない際に使用していることが多いです。中国のこのような行為に怒りを示したのが、スペイン国王、フェリペ6世です。彼がなぜ怒りを示し、日中の問題にどのように関わり、どのように問題に介入したのでしょうか。今回は、スペイン国王のフェリペ6世が中国に対して示した内容について、詳しくご紹介します。ヨーロッパの政治の基盤は、民主主義と自由主義の思想です。実際、多くのヨーロッパ諸国が、この自由をもとにした民主主義を採用しています。これにより、かつてのヨーロッパの王室は、王位の権利を放棄し、立憲君主制を採用しました。それでもなお、ヨーロッパの王室は、国民全体の注目を集め、政治に大きな影響を与えて、今、代表的な王室には、イギリスのチャールズ3世、ベルギーのフィリップ王、そして、現在のスペイン国王、フェリペ6世が挙げられます。フェリペ6世は2014年に前国王であり父でもあるフアン・カルロス1世から王位を継承しました。ちなみにフアン・カルロス1世は少し前に日本でも話題となった生前退位を行った国王としても幅広く知られています。この時点までスペインも日本と同様に生前退位の法案が存在していなかったそうです。過去にもスペインでは生前退位をした国王はいましたが、今回は世代交代を目的とした生前退位で、スペイン歴史上初の出来事として、国民の脳裏から離れないものとなっています。また、スペインは他のヨーロッパ諸国と同じく立憲君主制を採用しており、国王には実質的な権力がありません。しかし、国王自体が国民に尊敬される存在であるため、国にとって重要なゲストが訪れる際には国王が出迎える習慣が残っています。最近では我が国の総理大臣である岸田総理がスペインを訪問した際にスペインの王室が直接出迎え、とても話題になりました。そしてここでフェリペ国王が岸田総理に見せた一枚の地図が後に公開され、世界中のメディアの注目を集めました。この地図はカルテディアジアと呼ばれ、1730年以降に広まったとされています。およそ300年前に制作された地図ですが、この時代で最も詳細にアジア地域が描かれた地図と言われ、日本周辺の小さな島々や尖閣諸島も含まれています。当時、岸田総理の案内を務めた国立図書館のゴンザレス館長は、この地図を指しながら、1700年代の日本地域の地図で、現代の日本人にとっても違和感なく見ることができる記録だと思いますと説明しました。岸田総理はこの地図を見て、尖閣諸島が日本の領土であることを示している非常に貴重な資料だと言えますと述べ、ゴンザレス館長とフェリペ国王に
感謝の意を示しました。この出来事は世界中のメディアで注目を浴び、中国でも報道されました。これまで尖閣諸島の魚釣島は自国の領土だと主張していた中国の国民は、この報道で地図が尖閣諸島を日本の領土であるということが分かり、一気に混乱しました。さて、中国がいつから尖閣諸島は自国の領土だと主張し始めたのかを考えてみましょう。尖閣諸島にまつわる中国の主張をご紹介します。1970年代以降、尖閣諸島周辺に石油ガス田が存在する可能性が高いことが明らかになると、中国は尖閣諸島は古くから中国の領土であると主張し始めました。彼らは外交部声明として、尖閣諸島は昔からの中国の領土である。明の時代には倭寇に対する領徴の海上防衛区域内に入っており、中国の台湾の付属島嶼であった。尖閣諸島を日清戦争を通じて日本がかすめ取った。さらに日本政府は当時の清朝政府に圧力をかけ、1895年4月、台湾とそのすべての付属島嶼及び澎湖列島の割譲という不平等条約、すなわち馬関条約、下関条約に調印させた。台湾の付属島嶼である尖閣諸島に対して第二次世界大戦後に米国が施政権を有していると宣言したことは不法である。日米両国政府が沖縄返還協定で尖閣諸島を日本への返還区域に組み入れたことは不法であると主張をしているのです。また中国の古文書や地図に尖閣諸島の記述があることを根拠に、中国が島々を最初に発見し、また中国の古文書や地図に尖閣諸島の記述があることを根拠に、中国が島々を最初に発見し、地理的にも近いといった内容の主張も行っておりましたが、実際に中国が他の国よりも先に発見したという具体的な証拠はなく、島を発見したことや地理的な近さだけでは領有権を裏付けるには不十分です。国際法上では領土を所有するためには明確な領有の意思を持ち、継続的で平和的な領有権の行使が必要です。中国はそれにもかかわらず、これまで実効的に支配していた証拠を提示せずに、尖閣諸島は中国の領土であると主張を続けているのです。なお、石油ガス田が存在する可能性が示唆される以前には、中国は異議を唱えておらず、異議を唱えてこなかったことについても説明を行っていません。さらに、1958年に中国の地図出版社が出版した地図集においては、尖閣諸島を尖閣群島と明記し、沖縄の一部として取り扱っています。合わせて、米軍が米国施政下の1950年代から、尖閣諸島の一部を爆撃場として利用していましたが、中国はそれに対しても異議を呈した形跡はありません。一方で日本は1885年以降、沖縄県当局等を通じて尖閣諸島の現地調査を幾度も行い、尖閣諸島が無人島であるだけでなく、清国を含むいずれの国の支配も及んでいない土地無主地であることを慎重に確認しました。その上で、日清戦争の最中の1895年1月14日、現地に標軍を建設する旨の閣議決定を行って、正式に日本の領土である沖縄県に編入しました。この行動は、宣戦の法理という国際法で認められた領主権取得の方法に合致しています。沖縄県に組み込まれた後も、政府の許可を得て民間人が尖閣諸島に移住し、鰹節工場や羽毛採集などの事業が展開されました。中国もこれを認知しており、1920年に尖閣諸島の魚釣島付近で中国漁民が遭難し、それを日本人が救助しました。その後、中国から日本に向けた感謝状が送られ、そこには日本帝国、沖縄県、八重山郡、尖閣列島と記載された報告があります。また第二次世界大戦前には尖閣諸島に200人以上の住人がおり、税徴収も行われていました。当時の尖閣諸島は村と同様の人口を要していて、日本国家として機能していたことを示しています。そして尖閣諸島が日本の領土であることは日本以外の国も認めています。
第二次世界大戦後にサンフランシスコ平和条約で尖閣諸島は日本領土と確認され、沖縄の一部として米国の施政下に置かれました。1972年の沖縄返還協定で日本に施政権が返還され、尖閣諸島もこの対象になっていました。外務省のホームページでも尖閣諸島は日本の領土として一貫して扱われています。さて、スペイン王室がこの地図を日本の首相に示したことにより、実質的にはスペインも尖閣諸島を日本の領土と認識していることを示唆しています。これに対して中国は速やかに反発しました。中国メディア環球時報で中国共産党は外交部を通じて地図に描かれている島は尖閣諸島とは全く異なるものだと主張をしています。しかしながら地図に記載されているレグランドルグランデはスペイン語で尖閣諸島を指しており、学会でも公式に認められています。そして中国はこの地図に描かれている島が尖閣諸島ではないと証明することができず、中国共産党の主張は受け入れられませんでした。国立図書館で岸田総理の案内役を務めていたゴンザレス館長の発言を振り返ると、スペインも地図に描かれた島が尖閣諸島であることを理解していることが明らかです。中国外交部は即座にスペインに駐在する中国大使館を通じて事実確認を行う意向を示しました。この出来事が中国の SNS に拡散すると、ユーザーたちは急速に反発の声を上げ始めました。人口約14億人を抱えている巨大な国家である中国は、このような状況になると暴徒化したりデモが発生しやすいとされています。 SNS での反応は激しく、スペインとの断交を宣言すべきだといった意見や、日本政府が賄賂を渡したといった陰謀論、そして軍隊を送りその図書館を焼き払うべきだといった過激な発言まで次々と現れました。このような中国人たちの行動は次第にエスカレートし、驚くべきことにフェリペ国王の個人的な SNS にまでも非難のコメントが殺到し始めたのです。中国人たちは非常に強い怒りを覚えており、理性を抑えることすらできない状況になっていました。しかしフェリペ国王の返答が多くの中国人を黙らせることとなったのです。フェリペ国王は過激な中国人のコメントについて次のように述べました。対話とはお互いの立場や意見の違いを理解尊重した上でそのズレをこすり合わせるものです。しかし目と耳を閉ざして歴史的な事実を受け入れられない中国人と対話をする必要はないです。彼らは単なる猿の一群のようなものですと過激な発言をする中国人たちに警告し、さらに続けて、現在中国は軍事力を使うことで尖閣諸島に不法に侵入しています。これは明らかに中国の国際的な犯罪行為です。そしてこのような犯罪行為を正当化しようとしている中国人は自分たちの過ちに気づき、その行為に対して恥じるべきです。事実関係を把握しようともせずに政府の虚偽の主張に惑わされて行動する中国人たちは周囲の国々に大きなストレスを与えています。これは尖閣諸島の問題に限らず、相互尊重のない貿易、高圧的な外交スタイル、文化侵略といった他国の文化を軽視するかのような恥じるべき行為を直ちに停止すべきですと強い言葉で締めくくりました。中国は政府の支援を受けつつ他国の商標権や著作権、技術などを無断で侵害しており、問題視されています。これは国家主導の行為とも言えるでしょう。また日本に対しては特に強気な姿勢で行われており、その背景には中国の日本に対する敵対心などが関係しているのではないかとされています。かつての中国は開発途上国であり、先進国であった日本に対して嫉妬の感情も持っていたでしょう。この意識が政府から国民に伝わり、尖閣諸島問題についてもこの国民性が現れています。フェリペ国王の発言を受け、中国人たちは反論することができず屈辱を味わいました。そして尖閣諸島について騒ぎ立てていた者たちの主張や過激なコメントは減少しました。しかしスペイン王室が政治的なリスクを冒してまでこのような地図を日本に示し公表した理由には疑問が残ります。多くの国際関係学者は
これが立憲君主制の特性によるものではないかと考えています。立憲君主制は憲法などの法に基づき、君主国王が治める政治形態で、王室と議会が分かれ、議会が実質的な権力を持つことが一般的です。ただし、国際政治の性質上、議会がある問題について、すべて明確な立場を表明することは難しいこともあります。今回の件に関して、スペイン政府は、カルテディアジアで、尖閣諸島が日本の領土であることを認識していた可能性があります。しかし、中国との経済的な関係などを考慮し、政府がその事実を公表することは難しいと判断したようです。他国に肩入れすることにより、自国が追い込まれることを避けるため、スペイン議会は、尖閣諸島の問題に対しては、中立の立場を保ちました。一方で、王室は政治的な圧力から比較的自由であり、事実を述べ、真実を追求することが、国民への愛情の表れと考えているのでしょう。そして、国民からの疑念を抱かれないよう考えた結果、スペイン王室は、尖閣諸島は、日本の領土という事実を自由に語ることができたのではないでしょうか。事実は曲げることができません。目や耳を閉じていれば、事実を無視することもできますが、それによって、事実が消えるわけではありません。尖閣諸島は、日本の領土というのは確かな事実であり、あらゆる資料が、それを裏付けています。尖閣諸島についての証拠や根拠を日本は提示することができますが、それに対して中国は何も提示することができていません。そして根拠がないことをごまかすかのように、国民の総数を生かして大規模な世論を形成し、日本に対して圧力をかけています。歴史の資料を探せば、すぐにわかる事実に対して中国は目を閉じて見ないふりをしていました。このことから、中国は歴史に向き合うことが不都合になると考えており、尖閣諸島が日本の領土であることを認めていると言っても過言ではありません。尖閣諸島を自分たちの領土だと主張する中国に対して、スペインの王室がカルテディアジアを公表した理由は、中国に対して目を開き、真実を直視するようにという意味を込めていたのではないでしょうか。日本の態度が国際社会に対して不誠実であったなら、このような擁護はされなかったかもしれません。このフェリペ6世の対応によって、日本の国際社会における立場は強化され、そしてスペインが提示したこの証拠は、尖閣諸島問題において、とても重要なものとなりました。しかし、中国は再度問題を掘り起こし緊張感が高まっており、海外からは中国が事実を捏造しているとの印象が強まっています。確かに尖閣諸島は地理的に見て中国に近いですが、日本はそれに比べてさらに近く、これを領有権の根拠にすることはできません。中国人は盲目的に政府を信じるのではなく、自身で情報の取捨選択を行うことが大切でしょう。実際に古文書に尖閣諸島の記載があった場合には、中国が先に島を発見した一つの証拠であるとも言えますが、300年以上前に制作されたカルテディアジアに日本の尖閣諸島が描かれていることもまた事実です。フェリペ6世が行ったこれらの行動は日本の立場を強くしましたが、中国はこの問題を再度掘り返すことで日中間の緊張を非常に高いものにしています。この一連の出来事が示唆するのは、国際問題が今後も深刻な対立を生む可能性があることです。特に尖閣諸島問題は、国家の経済的利益や領土の確保といった革新的な問題が絡み合うことから、解決が容易ではありません。地政学的にも重要な位置を占めるこの地域では、異なる国々が相反する主張を持ち、対立が複雑化しています。尖閣諸島問題は国内外で波紋を広げ、その結末は未だ見えていません。一方で、国際社会全体が協力し、対話を通じて解決策を見つける努力が欠かせません。特に経済的な利害や歴史的な主張が交錯する中で、冷静で建設的な対話が必須です。未来の展望としては、国際社会全体が安定と平和を重視し、共通の理解と協力の枠組みを築くことが求められるでしょう。この出来事に対して寄せられた海外の反応の一部をご紹介します。フェリペ6世とスペイン王室に対して敬意と感謝しかないよ。日本の問題に対して
他国が証明してくれるのは本当に感謝しかない。スペイン国王の発言には過去の地図という証拠があるので間違いないです。中国は石油が埋蔵されていると公表された途端にこんなことを言い始める。何を考えてるか誰でもわかるレベルだし、国際社会で通用しないことを無理やり通そうとしてもどっちが正しいかなんて明白である。勇気を持って発言してくれたフェリペ国王は自由主義の人たちにとって最も尊敬に値します。中国と対話する必要がないとはとても適した表現だと思います。尖閣諸島が日本の領土であることに賛同する声や中国に対する批判的な意見が広がっています。スペイン国王が示したカルテディアジアによって真実がはっきりしました。中国もこれを機に事実を無視せず誤りを認めることでお互いに理解し合い和解の道を歩むことができることを期待します。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次の動画でお会いしましょう。